ガッツくぜ。何年そのガッツくぜって。いや、ガッツくぜ、今年のテーマなんですよ。で、今年の一発目の収録の時って、モンさん見てませんでしょ。いなかったです。いなかったよね。ゆずちゃんもらえなかった。いや、一発目乗った。ガッツくぜ。そう。遅れてきたんかな。僕遅れてきたんやと思うわ。だから、あさったかな。あの、要するにね、僕が、ある忘年会に行って、で、もう簡単に端折って言いますけど、こう女の子の子供を連れてきてる人がおって、でこの周りにちょっと若い女の子がおって、で子供かわいいかわいいってなって、子供が帰る時にこの若い女の子が子供にハグしてたんです。で順番に子供にハグするもんやから、子供3人ぐらいとかハグするもんやから、4人目に僕が並んどいたんです。で僕にもこうハグしてくれたんです。もう昔やったらもうこの時点で僕もこっから離れへんもん、もうこっちほったらかしや、誰がおろうが何しようが、もうこっち必死になんねんけど、でもそのもうそれが年いってきた証拠なのかどうなのか、もうそのハグだけで満足をしてしまって、もうこっちに行こうともせず、まあお前こっちで普通に会話をして、で昔やったらこの子ら帰ろうとしたら僕こっちついて行ってたわってこう思いながらこっちで酒飲んでたんですよ。これではあかんなと、もう若さはもう保たれへんじゃないですか。そういう意味だったらあかんじゃないですか。ってことは不倫をしようと。いや不倫とかじゃなくて、別にそのことどうのこうのじゃなくても、楽しく飲めてもええわけじゃないですか。でも今やったらそういうきっかけがあったら、前までやったらそういうきっかけがあったら、何かそのきっかけをつながれて、またまた後々結果どうなるか知りませんよ。でもさ、その時に楽しく若い女の子と飲んだら別にそれだけのええわけじゃないですか。でももうそういうがっつきが全てなくなってしまったらちょっとあかんよねと。いや確かにがっつきなくなりましたね。確かにね、やっぱりの積極的にくい方ではね、だからあの昔やったら例えば居酒屋とか行っててもね、あの女の子入ってきたらやっぱりそこへばっかりこう意識こう喋りながらこうね、喋りながらもそこへばっかり意識いって、どないかこっちへもう向かう方法ないかなとか言って思いながら探りを、もう向こうの話も聞きながら、彼氏おんのかなとか二人で暇なんかなとか思いながらこうねと思っとたけど、今飲み出したらもうすぐ眠たくなって眠たくなって、もうだから喋んのも煩わしいか、今またそこで女の子が来られてもこっから一生懸命またなんかそうそう盛り上げてねっていうのがもうしんどい。しんどくなるでしょ。しんどくなるね。でもそれはいかんでしょ。だからそのいかんいかんいかんよ。いやまあエネルギー的に言うとね、まだまだやっぱ男として頑張りたい。その男と女とかっていう関係になるならへんは別としてね、その飲みに行ったらせっかく飲みに行ってねえから、極端な話が別に男の子の若い子らがおってもいいわけじゃない。それをこうこっちへ巻き込んで、まあ、昔知らん兄ちゃんと飲んだりもしてたでしょ、なんか話盛り上がって、例えばその金が飲んだことあったけど、まあ自然に任しとったらええわっていうような考え方じゃなくて、そうせっかくおるんやから自分からがっついていこうと、がっついていって恥を忍んでいこうと、がっついていったことによって得るものもあるやろと。伊豆ちゃんはそれがっつくとかあんの？昔はあったんですよ。もうやっぱさっきモーさんがすごい体悪そうやもんね。どこか顔色も悪そう。大腸検査した方がええで。大腸検査はね、病院回しも見たらって。いやいや、ほんまに気が先になんで、話を聞いてた時に、いや俺も一言やないな思います。いやほんまに大腸は言ってた方がいい。確かにその通りやわ。ちょっと俺に話がそれましたけど、いや俺の時はね、そのさっき言ったように最初はガッと言ってたいうのは、冒頭この前の収録でも言ったようにやっぱコンパあったんですよ。コンパそのものやっぱ自然、あコンパなんかやんねや。昔ね、昔ね、はいはい、ありました。自然体でコンパとかいうのはそれ前提で来てるからやりやすいみたいなじゃないですか。それナンパやから、今の話はガッツがまあナンパでさ、ナンパに対してのすごい抵抗感はあったんですよ。ナンパしました？もうそう、昔はもう言われましたよ。道頓堀の橋の上から心斎橋の橋まで、もうそのことがついてますよ。もういや、そう、若い頃はずっと何往復ももうずっと引っかかるまで朝までずっとやってましたよ。ナンパ慣れってあるよ。慣れますね。ナンパ慣れイコール振られ慣れいうのがあるじゃないですか。それをだからクリアできれば振られても平気やもんね。平気やナンパだよね。それね、案外なかったんよ。周りがね、そういう友達おらんかったの。だからね、ディスコ行くじゃないですか。ディスコ行ったらみんなナンパしようんですよ。そうですよ、昔はナンパでしたね。ディスコはなんかそんな場でしょ。それもね、やっぱ酒の力を借りないとできないんですよ。だからそういうのはありましたね。でもそれ以外のシチュエーションではなかったね。
やっぱりそのさっきのコンパとか、あるいはその誰ぞの女の子でみんなで約束して飲みに行こうみたいな、ああいうノリでしたからね。あの今はなんかとりあえずナンパしたら病院行っといて言われる顔色悪いよ。そうか、いやでもほんまに一回ちょっとみんなでがっつきましょう、行きましょうか。もうテーマもうみんなでも今年のテーマ分かっていただいて、そう どこでがっつくの、道頓堀、道頓堀、昔みたいに道頓堀の橋の上から新西橋の橋までナンパしまくり行きましょうか、行きましょうか、ね、ほらおっさん2人おんで言われながらね、昔はまあ晩の7時ぐらいから朝の5時ぐらいまで声かけたってくださいね、行きましょう、がっつくぜ。